1ヶ月に、1ヶ月か2ヶ月に1回ぐらいは、お酒飲む配信を入れたいと思っているのと、あと、配信できない日とかある、出てくると思うんだけど、そうすると、できない日はなんか動画を上げたりとかしたいなと思っていて、だからなんか、配信ない日は、配信ない日ようになんか、ね、動画とか撮れたらいいなと、思っています。でね、ちょうちょうパソコンになったら、きっと、ね、ちょうちょうパソコンになったら、できることも増えてくると思うから、そうしたらね、みんなも寂しくないし、ね、みんなは他の女がいるから寂しくないと思うけどさ、コーネはさ、やっぱなんか、配信ない日でも忘れてほしくないから、ちゃんとそういうことも考えてやっていこうかなって思っているから、そうなの。あ、エアサーバーになりそう。だってさ、こっちは、だってさ、不安なんだもん。みんな離れていっちゃうんじゃないかって不安なんだもん。もう配信ない日とかさ、なんかさ、みんなのさ、ツイッター見てたらさ、なんかさ、いろんな子にさ、同じようなこと言ってさ、なんかさ、みんなさ、コーネだけじゃないじゃんか。みんなはさ、コーネだけじゃないけどさ、コーネはみんなしかいないよ。いないよ。いや、サーバーだよ。